王貞治といえばあのイチローから、世界の野球選手たちの憧れで日本代表としてアメリカに試合に行くとサインを欲しい一番の方ですよ、日本人としての誇りですと称されるほどの人物であり、今でも若手選手に指導を行うなど野球界の良心とも言える存在です。しかしそんな王のイメージとは裏腹に、現役時代に後輩選手を殴打していた事件があったことを皆さんはご存知でしょうか。今回の動画では殴打事件を紹介するとともに、王が本当に人格者なのかと思わせるエピソードについても触れていきます。双日の1から両性ワースト3に、王は少年時代からかなりの体格を誇っており、中学へ入学する際にはすでに身長が170センチを超えていました。同年代の子供と比べると頭一つどころか頭二つほど抜けていた王は、自然と僕が特に何をしたってわけではないんですが、いつの間にかガキ大将とか番長ってポジションにいましたねと語っている。王の実家は地域でも有名な中華料理屋50番を営んでおり、子供の頃から王も出前の手伝いなどを行っていました。もちろんその頃の王はバイクなどに乗れない年齢なので、いわゆるおかもちを使って自転車に乗り出前を行っていました。王はこの経験を記者に、おかもちを持って自転車に乗ったことあります？あれは見た目以上にお腹に力を入れていないとまっすぐ走ることすらできないんですよね。しかもお店を出た瞬間は料理がたっぷり入っているので重い、それを支えるために自然と手首や背中の筋肉まで鍛えることができました。慣れるまでに何度もおかもちをひっくり返して親父に怒られましたけどねと、出前の手伝いを行うことがトレーニングの一環になっていたと明かしました。中学の高学年になると、王はその腕っぽしの強さから喧嘩に明け暮れるようになり、友達が他校の生徒といざこざになれば王が駆けつけて解決してしまうこともありました。中学時代の頃を王は自著で、自分は中学生の時点で175センチメートル前後あり、実際に肩幅もその辺の大人よりも広かったよ、もっと実際の話をすれば好戦的だったと認められていたと、あくまで好戦的との言葉を使ってマイルドにしていますが、実際はとにかく気が短く喧嘩っ早い学生だったようです。ちなみにこの頃、その後の打撃の師匠となる荒川博士との出会いがあり、王の体格を見た荒川は高校2年生と思って話をしていたらどうもおかしい、よくよく聞いてみると中学だという、あれには驚いたし、中学生なのにどうやってこの体を作り上げたのか気になりましたねと振り返っています。早稲田実業に進学した王は高校野球で大谷翔平ばりの二刀流として活躍し、高校2年の頃からプロの各球団のスカウトが争奪戦を開始していました。中でも熱心だったのが阪神タイガースの前身である大阪タイガース。甲子園で活躍する王を次世代のスターとして迎え入れたい意思があったようです。当時のタイガースは高卒の選手が多く若いチームだったこともあり、両親や学校の先生たちは王にタイガース入りを勧めます。王もタイガースで同じ年代の選手たちと切磋琢磨するのは面白いと考えていましたが、ここに割って入ったのが巨人でした。巨人はタイガース入りに傾いていた王をなんとか入団させるべく、その他の球団の契約金が600から800万の時代に破格の1600万円を提示。この条件に驚いた王とその家族は巨人入りへ一気に傾いたと言われています。昔からの阪神ファンの中には、王は金で巨人へ行った、阪神と巨人の契約金を天秤にかけてたという人がいますが、おそらくはこの件がきっかけになっています。巨人に入団した王は当時の寮生から寮生ワースト3に数えられるなど、飲酒に喫煙門限破りの常習犯でした。そしてそんな中、後輩の堀内恒雄の態度に激高した王が堀内を殴打する事件を起こしていたのです。堀内を殴打、その真相とは。破格の契約金を得て入団した王でしたが、プロ入り直後から
後のホームラン王を予感させる成績を残したわけではありません。1年目は長嶋茂雄がサヨナラホームランを打ったことで有名な天覧試合で、王も7回に同点に追いつくホームランを放ちましたが、目立った活躍はこの試合のみ。当時の新聞では、王は王でも三振王と、その三振数の多さに注目が集まり、記者に対して不遜な態度をとっていた王はチームメイトからも浮いた存在となっていました。王はプロデビュー後の数年について、真面目に練習しないから成績が伸びない、だから自信も信念も生まれない、だからまた練習を真面目にしないとの悪循環に陥っていたと振り返っています。中学時代に出会い、1961年に巨人のコーチに就任した荒川からは、遊びは上手くなったかもしれんが野球は下手になったなと言われる始末。これにはさすがの王も怒りがこみ上げてきましたが、高校出たての体力でお金があって、綺麗なシャンデリア、美しい女性、おかしくならないわけないじゃないですかと、自身が荒れた生活を送っていたことも自覚しており、荒川に言い返す言葉がなかったようです。荒川はサビのついた状態の王に、お前本当に上手くなりたいのなら、今日から3年間酒、タバコ、女全部やめて俺のところで練習しろ、その代わりその3年の後は10年遊んでもプロとして飯が食えるようになるからなと諭し、この言葉から王は心を入れ替えて練習に励み、ホームラン王への道を歩み始めたのです。王はプロ入り4年目にホームラン王に輝くと、その後12年連続でタイトルを守り抜き、名実ともに日本プロ野球の顔として存在感を発揮します。そして王が選手会長に就任した頃に、巨人に入団してきたのが堀内恒夫でした。堀内は初々しいルーキー時代から素行と態度の大きさゆえに悪太郎の名で呼ばれており、鬼の寮長と呼ばれた竹宮俊明から王と共に寮生ワースト3の一人に数えられるほどでした。堀内は特に番記者と言われる巨人の担当記者に嫌われていたといい、きっかけは1年目にあります。入団に際して記者が質問するときに、時間や場所をずらして一社ずつ同じようなことを聞いてくる、それで面倒くさいから一つにまとめてくれと言ったんです。そんな生意気なことを言う高卒ルーキーなんていませんよね、だから記者はカチンと来たんでしょうと、自身の態度の大きさが原因だったと明かしています。実はこの悪太郎の振る舞いについてはチーム内からも不満が噴出しており、チームメイトに対して不遜な態度を取ったり、先輩の順番を抜かして堀内がマッサージを受けていたことを指摘されれば、大して投げてもいないのにマッサージを受ける必要がありますかと言い放ったこともありました。ちなみに堀内はルーキーイヤーに181回を投げ16勝を記録、防御率 1.39 で最優秀防御率のタイトルも獲得しています。確かに成績を残していた堀内ですが、プロ野球の世界は年功序列、和を乱すような堀内の行動や言動に対して王はどこかでピシャリと言わないとと考えていました。堀内はプロ入り1年目から華々しい活躍を見せましたが、2年目に腰を痛めて2軍落ち。2軍に落ちた堀内に待っていたのは2年目、腰を痛めて多摩川で調整している時に総攻撃されました。生意気な堀内が2軍に落ちた、これで終わりだと言わんばかりに、紙面に悪太郎の目にも涙だの、天狗の鼻が折れただの、それはボロクソに書かれました。まあ僕は常にマスコミとは戦いだと覚悟していたので、書かれても仕方ないとは思っていましたけどね、との番記者からの総攻撃でした。堀内はその後復活を果たしますが、門限破りや夜遊びなどの生活は一向に改善する兆しを見せず、寮長の竹宮に門限破りがバレそうになり、スーツのまま湯船に飛び込んで隠れたこともあったそうです。そして事件は巨人の名古屋遠征先の宿舎、みその旅館で起きます。この時の門限は24時でしたが、翌日の試合もあることから、ナイター後に食事へ行った選手たちは23時を過ぎたあたりから宿舎に続々と引き上げてきました。
しかしただ一人帰ってきていないのは堀内。当時の堀内はいい投球をすれば援護がなく、味方打線が奮起すれば打たれるなど、噛み合わせが非常に悪く、ストレスを溜めていることは周囲にも伝わっていました。堀内が帰ってきたのは門限を1時間以上超えた深夜1時ごろ。この時選手会長を務めていた王は、これではいけない、堀内のように将来のある選手が今からこんな風に自分に弱い態度ではいけない、プロ野球選手は自分との戦いに勝たなければ勝負に勝つことはできないと考えており、自分の経験談を交えて堀内に忠告しようと待ち構えていました。堀内が宿舎に戻ってから王はこんこんと説教を開始しますが、当の芥太郎はなぜ俺にだけ説教をするのか、他にも門限破りをしている選手はいる、その選手にも説教をしてから俺に言うべきでは、と王に向かって反論。これに王は人格者としての対応をしたかと思えば、さすがに頭に血が上ったのか、堀内を平手打ちし、黙って言うことを聞けと一喝したというのです。これが堀内殴打事件の真相ですが、この話は当時全く報道されず、後に堀内が改心したとして美談として扱われていますが、堀内の見解は少し違っていたようです。この殴打事件のことをよく覚えているという堀内は、王さんから殴られた話も事実です、あれは遠征の時で、夜に旅館の帳場で実家に電話をかけていたら、王さんがやってきて大広間に連れて行かれて突然殴られた、門限破りをするのは合宿所だけで遠征先ではやったことはない、理由がわからないから殴り返そうかと思ったくらいですと説教などなく、いきなり殴られたと振り返っています。先輩であり選手会長の王を殴り返そうかと思ったというところが堀内らしさ全開と言えますが、手を出さなかったことについては、ただ王さんは自発的に暴力を振るうような人じゃない、おそらく王さんにお前が一度ガツンとやれと焚きつけた先輩がいたのでしょう、生意気で成績が上がっているから締めておけということ、まあ1年目の選手に活躍されると面白くない人はいますから、と王の置かれた事情も察していたようです。事の真相は双方からの証言を聞いても分からずじまいですが、生意気な口を聞いた堀内に王がカッとなって殴ったとも言われているので、いくらその後聖人と呼ばれる王も減らず口の堀内には怒り浸透だったのかもしれません。王はこの殴打事件の他にもやんちゃぶりを感じさせるエピソードがいくつか存在します。ささやき戦術に病院を抜け出し、1970年の日本シリーズで巨人と対戦したロッテは、100メートルの日本記録保持者でもありプロ野球に転向してきた飯島秀雄をピンチランナーの切り札として抱えていました。飯島はこの日本シリーズ第3戦まで2度ダイソーに起用され2得点しており、第4戦も7回ワンアウト1・3塁の場面で一塁走者としてダイソー起用されます。緊迫した場面で出場した飯島はベンチからのサインを確認しようとしましたが、そこに巨人の一塁を守る王がすっと近寄り飯島に話しかけてきたのです。この時王は飯島に、飯島君、お客さんは君の盗塁に期待している、牽制はないよと笑顔で語りかけました。飯島は唐突な王の発言に一瞬えっと王の顔を見ましたが、その瞬間マウンドの山内新一から矢のような牽制球が投じられました。これには飯島もなすすべがなく、ベースに一歩も戻れずにアウトになったのです。飯島はこの牽制死の場面をベンチに戻って、王さんがこう言うからって言い訳をしたんですけど、みんな王がそんな汚いことするはずないだろって言って信じてくれないんです、あの時はやられましたと振り返っています。また王は胃の摘出手術を受けていますが、この時医師から手術後に固形物は食べないでくださいと釘を刺されていましたが、王はどうしても行きつけの店のパスタが恋しくなり、なんと病院を抜け出します。そして王が足しげく通っていたダルキーで好物のパスタを完食したと言われています。
若い頃は寮から抜け出していた王ですが、病院からも抜け出すとは、いくつになっても根はやんちゃなままなのかもしれません。今回は王の堀内大田事件とともに、やんちゃエピソードの数々を紹介しました。